大学の3年生から就職活動を始まりました。国際ビジネス学科の専攻なので業界が広くて、どこからどこにどうするかがわからなかった。時間をかけていろいろな活動をしました。例えば群馬県庁が行われる外国人留学生就職ガイダンスを参加し、企業見学に行くなどという就職活動をしました。この会社との出会いは、就職サイトを調べてベトナムに支社があることで会社説明会に参加させていただきました。そこから会社の魅力や興味を持つようになってエントリーすることにしました。おかげさまで採用試験を受かって2020年4月に入社することになりました。はい、2016年に、ベトナムでの大学を卒業して、一度他の会社に就職しましたが、知り合いが石川県立を紹介していただいて、いい会社だなと感じて、また、自分が身につけたスキリカルのスキルが活かせるなと思いましたので、希望して入社しました。現在管理本部総務部で受付対応と広報を担当しています。受付は来社されたお客様に案内や電話応対などをしています。広報は当社では毎月社内報があります。社内の記事を載せて社員に配ります。社内報作成のために上司の指導を受けて記事を取材を行っています。取材する内容は会社のイベント、現場の様子、社員のコミュニケーションなどをしています。現在ビーム推進部で3D ソフトを使って 3D ビームモデルを作成して施工図面を担当しながら、現場技術支援をしています。雰囲気が良くて交流しやすい職場です。当社では里親制度があります。入社後は5年間先輩社員とマンツーマンで仕事を学んで一人前になるように育てられます。周りの皆さんとよく話をかけられます。何か問題があったらすぐに上司や先輩と相談ができて、困っている時に助けてもらいます。はい、石川県知事では、若い人も、中年層も、明るい人が多いので、毎日楽しく、仕事ができます。仕事の中は、何か問題やるときとか、と相談したいときとかは上司や先輩方と、すぐに意見を交換できます。私は群馬県に大学時代から住んでいます。今年で6年目になりました。車があれば住みやすいところだと思います。自然がある場所が好きで、時間があるとき出かけたりしています。コロナの前に草津温泉とか春名湖とか、高崎観音山とか群馬県立歴史博物館などを行きました。休みの日は映画を見に行ったり、スポーツ試合の観戦を行ったり行くなどです。群馬グレンサンダースの試合も見に行きました。日本で初めてバスケットボール試合を見られて、久しぶりに楽器を感じられて、とても迫力がありました。私は日本に来てから4年目になり、群馬県に住んでいまして、住んでいるところは、スーパーとか、お店とかもたくさんありますので、住みやすいところだと思います。
まあ、私は、サッカーが大好きなので、まあ、週末には、友達と、まあ、一緒に楽しくサッカーをやっています。今現在日本語能力はまだまだなので、もっと日本語を詳しく深く使えるようになりたいんです。生活や仕事として大きな役割になると思います。加えてスキルアップや専門知識などを取り組んで、将来日本とベトナムの企業で架け橋になる人材という姿になりたいんです。まあ、これからも、まあ、まだまだ学ぶべきことをも身につけることもたくさんありますが、まあ、毎日頑張って自分のスキルをアップしていきたいと思います。市川建設はベトナム支店もありまして、まあ、将来的にはベトナムに戻ってここで学んだ知識を、まあ、業務に生かしていきたいと思います。日本で環境、施設、または技術がいい国だと思いますが、私たちと合わせるまでにたくさん大変なことがあるかと思います。日本で働くなら仕事の能力が大事だと思いますが、何より言葉の壁があります。やっぱり日本語の意味が理解できていないと何もならないのです。そのため日本語学習をしっかり取り組んでから日本へ来てください。まあ、私もそうなんですけども、まあ、最初の期間は、いろいろな、まあ、大変なことがありますが、まあ、日本に来る前に、しっかりと、まあ、準備して、まあ、だんだんと日本の生活に慣れてくると思います。